はい、それではただいまから新型コロナウイルス感染症への対策について市長記者会見を始めさせていただきます。それでは市長よろしくお願いいたします。はい、お集まりいただきましてありがとうございます。はじめに感染症対策や医療の現場で献身的にご尽力いただいている医療関係者の皆様に心から御礼申し上げます。また感染拡大を防ぐため長きにわたりご理解ご協力をいただいている市民の皆様、事業者の皆様に心から感謝を申し上げます。それではモニター画面をご覧願います。まず市内の新型コロナウイルス感染症の状況ですが、6月29日に新規陽性者数は100人を超え、7月中旬からさらに増加し、7月23日には過去最多となる614人の陽性者を確認するなど、爆発的に拡大いたしましたが、ここ数日は200人台にとどまっており、やや落ち着きを見せているものの、依然高止まりの状況が続いております。幸い、陽性者のほとんどが軽症または無症状ではありますが、全体の療養者数については、7月中旬以降に最大で5000人を超えるなど、かつてないレベルまで急増し、市内医療機関の病床使用率も一時は 80% を超えるなど、非常に厳しい状況となっておりましたが、ここ数日は 40% から 50% の間で推移しており、こちらも高止まりの厳しい状況が続いているものと認識しております。総じて現在はやや落ち着きを見せており、必要な医療は提供できているものの、依然として高止まりで厳しい状況が続いており、感染がさらに再拡大すると重症化リスクの高い高齢者等の感染が増え、病床の逼迫とともに一般医療についても制限が懸念されるところであります。お盆期間中は帰省や旅行等により久しぶりに会う方との交流や会食、会合など人と人とが接する機会の増加が見込まれ、感染リスクが高まります。そこで市民の皆様方、県外から来られる方々へのお願いです。発熱外来については市内医療機関のご協力も得て、8月に入り新規設置や診療時間の延長など体制の強化にご対応いただいているところですが、中には発熱等の症状がなく検査のみを希望する方もおり、症状が重い方の診療に支障が出ているケースがあると伺っております。市内の診療検査医療機関の負担を軽減し、重症化リスクの高い方が受診できるよう、検査目的の受診はお控えくださるようお願いいたします。特に症状がなく感染不安を感じる方等は、従来から実施されている県の PCR 検査等無料化事業をご活用ください。有症状の方においても、症状が軽く重症化リスクが低い方は、県が8月3日から設置している臨時ウェブキット検査センターでの検査キット配布をぜひご活用いただくようお願いいたします。
昨年の夏は8月下旬に市内で感染が急拡大いたしました。人の流れや飲食の機会が増え、感染リスクが高まったことが大きく影響したものと推測しております。昨年夏のようなことを繰り返すことがないよう、次の3点についてお願いいたします。県外から来られる方々は、各都道府県等で実施されている無料検査をご活用いただくとともに、少しでも体調が悪い場合には帰省等を控えください。会食等はできるだけ少人数短時間を基本としてください。会食等の際はこまめに換気し、会話時は適切にマスクを着用してください。そして感染を広げないために、熱、喉の違和感、咳など何らかの症状がある場合や、少しでも体調の悪い場合は、外出やイベント等への参加を控えてください。感染リスクの高い場所を回避し、大人数、長時間の飲食を控えるなど、くれぐれも慎重な行動をお願いします。今年の夏は、移動や行動について一律の自粛を求めるものではありません。だからこそ、感染拡大を抑え込み、重症化リスクの高い高齢者等を守るために、お一人お一人の対策を徹底していただく必要があります。市といたしましては、市民の皆様が一日も早く通常の生活に戻れるよう、収束に向け引き続き全力で取り組んでまいりたいと考えております。繰り返しになりますが、市民の皆様におかれましては、今後とも基本的な感染防止対策をしっかりと継続していただきますよう、ご理解とご協力をお願い申し上げます。私からは以上です。それでは